1年越しの夢が叶ったのか、それともその夢は砕けたのか。第1試合シングルマッチ20分一本勝負、まずは青コーナーより火中の人川端騎進がやってまいりました。そのしかめた眉の奥、その胸の中には一体どのような思いがあるんでしょうか。今川端騎進がリングに入りました。ダークエージェントに入りたい、その毎日がテストマッチだったと語ったこの川端騎進、今宵オープニングバウトでの対戦相手、赤コーナー桃田光男であります。険しい表情、56歳現役のレスラーであります。今宵身体をかけたこの川端騎進の前に立ちました桃田光男です。大変長らくお待たせいたしました。本日の第1試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー240ポンド川端騎進、ダークエージェントに入りたい、その結果は川端騎進。若コーナー220ポンド桃田光男、川端の熱意の前にどのようなファイトを見せるか、桃田光男であります。砂漠レフェリーはマイティ井上です。この後楽園ホール、東西南北満員に膨れ上がった観客から桃田コールであります。時計は18時半を回って、早くもこの熱気、こちらが桃田光男、そしてダークエージェント入りが今日解決しました川端騎進です。今そのゴングが打ち鳴らされました。第1試合シングルマッチ20分の一本勝負、白いタイツが桃田光男、黒のワンショルダーが川端騎進であります。早くも桃田コール、今川端ちょっとやりづらいという表情を見せました。リングの中央、まずは押し込んでいくのは川端騎進、いや桃田も踏ん張るが、ニュートラルコーナーに背をつけました桃田光男です。クリーンにブレイクした川端騎進です。序盤はゆっくりとペースをつかむこの川端騎進、もう一度組み合った、さあ今度は桃田の左腕を捉えてバックを取りました。川端騎進が桃田の左腕をねじり上げていきます。もう一度ロープギアの攻防になるのか。さあここでロープブレイクを要請、桃田光男です。ここもクリーンにブレイクしました川端、今日はそのあたりを気をつけているのかもしれません。さあこの川端騎進といいますと、ダークエージェント入りを非常に1年越しで熱望しておりました。そしてなんと今日その問題に決着がつくということになりました。以前から言われたことでは、この試合の後、もしくはその斎藤の試合の後に発表があるのではないかということが言われていたんですが、実はこの大会の前、1時間ほど前になりますでしょうか、この後楽園ホールのロビーのところにダークエージェントが開設しました。ダーク神社というものが作られました。そのまあ解説記者発表が行われたわけなんですが、その場でついでのようにこの川端騎進のダークエージェント入りの結果が発表されました。その結果はダークエージェントの傘下でありますダーク引越センターの下請け業者ということで、まあダークエージェントとその冠にはついていますが、川端騎進が望んでいたダークエージェント入りには程遠いものになってしまいました。下請け業者、つまりグループ傘下には入りましたが、その末端を担うということになったわけです。ダークエージェントの一員であります杉浦隆によりますと、物を運んだりダーク神社の掃除をするときに使ってあげるということを語っていました。さあその桃田の左足を攻めていきました。これからの頑張り次第ではダークエージェントその本体にも入れるかもしれないという希望を残していた斉藤昭俊です。となるとこの川端騎進、毎試合毎試合がダークエージェント入りをかけたテストマッチということになりました。となればこの川端騎進、第1試合桃田とのこのシングルマッチ、もちろん落とすわけにはいきません。さあ今度は反撃、桃田光男が川端騎進をニュートラルコーナーに支えつけて胸板に平手を浴びせていく。場内の拍手とシンクロしていく桃田、まだやめない、首がぐらついてきた川端、反則カウントギリギリで離した、これは思わず腰を落としました川端騎進。56歳桃田のチョップがその川端の熱い熱い胸を叩きました。さあそして桃田のペースになるか、いや今度は反撃していく川端騎進、
ああ、小橋健太よろしく。逆水平を胸元に叩き込んでいく川端騎進、気迫が違う。39歳、枠を目の前に気合が入りました。川端騎進、下請け業者からその本部組織ダークエージェントに入りたいという川端騎進、反則カウントギリギリ3つで返していきます。このワンショルダーもだいぶ見慣れてきました川端騎進。自らの個性を発揮したい、自分の活躍の場、輝ける場を探している川端騎進です。一旦場外にエスケープした桃田光雄、一つ呼吸を整えてエプロンサイド、おっとロープを挟んでの攻防、触るなこの野郎と気迫とキャリアに物を言わせた一言。今ゆっくりとセカンドロープをまたいでもう一度リングイン、リングの中央踏み合った試合序盤のように。さあヘッドロックに捉えたのは川端騎進であります。1年越しの夢は絶たれたということになります。がしかしまさに蜘蛛の糸のようにその一縷の望みは残された川端騎進です。泉田潤との勝ったら本題入り決定マッチにも敗れてしまいました。その夢は完全に砕け散ったかと思いましたが、川端騎進再三のアピールによってその一縷の望みを残し続けています。ヘッドバット対決、桃田が仕掛けましたがダメージは桃田か、川端がっていく、脳が揺れるか桃田光雄、おっとちょっとぐらついた、もう一発っていった、しかしまだ倒れない、うっと、ここでダウンを喫しました桃田光雄。試合時間は5分を経過しています。さあリングの中央に持ってきてボストンクラブへ移行するという体勢、川端騎進ワンショルダー、ここで全体重を乗せていった、おっと片足に絞りました、ヒゲを生やし精悍な顔つき川端騎進、110キロの体重を桃田光雄のその背中のあたりにかけていきます。これはたまらない桃田、ロープに手が伸びるか、ロープまでの距離はまだこれだけあります、1メートルといったところ。さあなんとか体を起こして腕の力で体をロープの方に持っていく、さあ右手が今伸びた、サードロープに手が伸びた、ロープブレイク、後楽園ホールからは一斉にこの桃田に拍手が送られます。ストマックのあたりにストンピング、川端騎進このダメージをそのままフィニッシュにつなげていきたい。さあ背中に一発、そしてサイドバスター、桃田の腰を必要に痛めていきます。カウントは2つ、桃田が返す、川端騎進もちろんその下請け業者のレッテルを剥がすためにもこの桃田戦勝っておきたいところ。さあニュートラルコーナー、セカンドロープに足をかけて、なんとセット、それは誤爆、桃田よく見ていた、自らの腰を打ちつけてしまいました。さあここで DDT、 桃田の反撃、カウントどうだ、2つで返していくのは川端騎進。さあ一気に反撃に移ります、桃田光雄ステップキック、顎のあたり、そして桃田のバックドロップ、川端騎進110キロを投げた、そしてそのままカバーに入る、カウント体を大きく反らしました、カウントは2、川端さあ決めるとの宣言、桃田光雄これはどうだ、パワーボムか、川端110キロ、それを投げていくのか、ヘビー級を投げるか、桃田光雄これはリバースだ、返していった川端、そしてラリアットカーブリー、ストマックに政権突き、そしてこれはロープに振られ返した、バックフリップ、川端が畳みかけていく。さあこの試合決着はどのようになるのか、あっとなんとなんと小野爆弾が飛び出した、川端騎進第1試合は川端騎進の小野爆弾、シングルマッチ20分一本勝負、下請け業者のレッテルは貼られたが、その下請けの文字を取るべくまずは幸先のいいスタートを切りました川端騎進。果たしてダークエージェントの本部組織に入ることができるようになりましょうか。川端騎進の左腕から繰り出された小野爆弾にやられた桃田光雄であります。そのワンショルダーを外しました。そして今川端と桃田がゆっくりと固い握手を交わした。ダークへの熱意が十分に伝わる試合でした。川端騎進第1試合オープニングバウトを飾りました川端騎進、7分18秒、小野爆弾からの片指固めで桃田に勝利をしました。さあ果たして本部組織ダークエージェントに入ることができるんでありましょうか。